ボートレース都の G3 キリンカップ2017シリーズ初日もいよいよ最終のジュニエース主力級が顔を揃えましたキリン選抜戦を迎えます。コース取り123456枠なりとなりそうです。対戦メンバーです。1号艇君島修造滋賀、2号艇渡辺浩二福岡、3号艇佐久間明東京、4号艇沖津愛徳島、5号艇青木源太滋賀、6号艇河合勇樹静岡です。インコースまず地元1番の君島が入ります。2コース2番の渡辺浩二、3コースに3番の佐久間明でまず1、2、3、4コースは角となりそう、4番の沖津、5コース5番の青木、6番の河合が6コース。さすがここはこのシリーズを代表するメンバーが揃っておりまして、4番沖津はレーンを外しましたが、あとの5人はしっかりと1、2着2番渡辺浩二、3番佐久間、5番青木、6番の河合が1着、1番の君島が前半2着でした。ここやりインの1番君島、人気の中心、人気対抗2番渡辺、3番の佐久間。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。第12エースキリン選抜戦スタートしました。1番2番がまずはいいスタートです。1周の1枠へ押し切るか、1番の君島、3コースから3番佐久間がまくってくる、おっと佐久間が大きく振り込んでしまいまして、ここはアクシデントです。なおスタートは正常です。先頭は1番の君島、2番手2番の渡辺浩二、3番手5番の青木源太です。このジュニエースは3号艇の佐久間選手が1周の1枠転覆失格となっています。スタートは正常、第2ターン目は繰り返し1番2番そして5番6番がわずかに5番の青木がリードか、ここは接戦状態ですが、6番5番ほぼ並んで2周回目、まもなく2周の1枠自己艇の外をこれから各艇慎重に旋回いたしまして、1番君島から2番の渡辺浩二へ、そして6番の河合が3番手か、5番の青木が4番手の模様、しんがり5番手となります。4番の沖津愛となりまして、これでそれぞれ定間が開きます。1番2番そして6番の順です。まもなく2周第2ターンマークです。1番君島から2番の渡辺浩二、そして6番の河合が3番手で2マーク、2周2マークを折り返しです。最終周回1フタ6で入ります。スタートは1番2番1番君島2番渡辺浩二がコンマ1台の前半のいいスタートを放って、インから押し切って1番の君島、2番手2番の渡辺浩二で1周の1枠、3コースから3番の佐久間が幕に行きましたが、大きく振り込んでその佐久間が1周1マークで転覆失格となっております。1番2番6番上位3艇変わらず最終の第2ターンマークへ。君島今日はこれで初日は2着1着、2番渡辺浩二は1、2着となります。1番2番そして6番で間もなくゴールを迎えます。まず1番君島修造が先頭で五輪、2番手2番の渡辺、3番手6番の河合です。さあと5番の青木、最後は5番手となります。4番の沖津愛がゴールいたしました。以上最終第12エースキリン選抜戦でした。